ピアノビーウェブラジオ。はい。なんか急にさらっと始まりましたが、皆さんこんにちは。ピヨンズのキヨノモモヒメと言います。はい。このサブチャンネルではですね、私たちビヨンズがウェブラジオにも挑戦していこうということで、今回は私キヨノモモヒメがちょっと一人喋りをします。私はですね、もう本当にラジオ好きというか、ずっとラジオを聞いていて、まあ、例えば普通にリアルタイムで夜中にオールナイトニッポンさんだとか聞いたりとか、あと普通にこういう感じの YouTube でのこうちょっと短編のラジオとかもね、聞いたりするので、もう本当にね、憧れだったわけよ。だからすごく嬉しいです、今ですね。はい。一人で喋ってるんですよね、今。初めて。こんにちは。でもやっぱなんだろう、ラジオだからいつでも聞けるようなテンションがいいかなと思うので、私も実際なんか寝落ちで聞いたりするので、ちょっとちょっとほんのちょっとだけ抑えていつものだとすっごく爆音でうるさくなると思うので、ちょっとだけ抑えた清野桃姫でいこうと思います。まあ第1回目ということですのでね、テーマは自己紹介なので、もう早速いっちゃいたいと思います。東京都出身、16歳、ここ2年生の清野桃姫です。好きなヒューマンビートボックスのフレーズはです。はい。なんかね、ビートボックスもですね、こういうラジオとかのジングルとかでもね、フリーで自分でセルフでジングルとかもできたらいいなと思ってますので、ちょっとレベルアップ頑張ります。身長はね、156.5 かなです。最初の時よりもね、伸びてて、今もう最近歯医者さんに行ってレントゲンを撮ったんですよ。手のこうやってなんか合わせて、なんか流れて音楽が素敵な、でなんかずっとこうやらされるやつがあるんですけど、まだなんか伸びるねみたいな言われたので、ちょっとこのラジオをやっていくうちにですね、あと 2,3 センチ伸ばしたいなと思っています。大丈夫かな、こんな感じでよろしくお願いします。はい。今回は、10個の質問が用意されているということなので、答えていきたいと思います。できるだけ早く答えるっていうのをね、いきます。第1問、好きな季節、夏。第2問、好きな果物、桃。はい。第3問、好きなスポーツ、なんだろう。ちょっと待って、待って。好きなスポーツか。アイスホッケー。第4問、好きな服の形、V ネックのワンピース、パフスリーブとかも好きです。はい。第5問、好きなお弁当のおかず、母の作ったお弁当なら何でも好き。はい。第6問、好きな調味料、山椒とタバスコ。第7問、好きな動物、はね、なんだろうな。ヤギです。第8問、好きな教科、なんだろう、全然早くないな。好きな教科は、美術。第9問、好きな先輩、は、モーニング娘さんの、もう卒業されたんですが、鞘師里保さん、そして、嗣永桃子さんも好きな先輩として挙げさせていただいております。はい。現役のメンバーさんということで、現役のメンバーさん、そうだな、いっぱいいるんだよな。ちょっと待って。これはね、ちょっと考えるべき質問かもしれない。ちょっと、とりあえず10問答えて切ってから言います。第10問、好きなかき氷の味。きなこのやつです。和風なやつです。10問早く行こうとか言って全く早くなかったですが。第9問のね、好きな先輩の現役はね、ちょっと待ってくださいね。それでちょっとあまり考えたことがなかったかも。ちょっと待って、頭に入れますね。難しい。本当に皆さん大好きなんですよね。好きな先輩か。でも最近というか、いつもお話しさせていただくのは、椿ファクトリーさんの岸本ゆめのさんで、音楽の趣味とかが一緒だったりするので、岸本さんが好きな音楽のプレイリストをね、一気に送ってくださったりとか、私も好き、これが好きですって言ったりとか、お話しするのは岸本さんです。もう皆さん本当に大好きです。はい。どうですかね？私のこと知っていただけましたか？なんか、そうだな大丈夫かな好きなものって言われると、結構私は
ちょっとふらつくんですよね、いつも。あの固定されてないというか、好きな食べ物何って言われたらいつも違うの答えちゃうかもしれない。なんか最初の方はなんか縁側とか言ってたんですけど、実際そんな食べたことなくて、実はなんですけど、なんだろう、今はバナナとか好きです。バナナ好きです。バナナを食べてきました今日も。大丈夫かな、こんな感じの私のラジオですが、今回はですね、まあそうだな、初回ということで結構まあ、ラジオやれるのがすごく嬉しかったのでね、今日も夜中にね聞いてから来たんですよ。だからもうラジオのテンションはバッチリだったんですが、ちょっとカミカミですね。そしてすごい汗がかいてきました。何言ってんねんって話ですよね。はい、今後も頑張っていきたいなと思いますので、いつかはね、なんかお題とかテーマメールとかいつかもしあったらぜひこちらまで。なんかあるのかわかんないですけど、ぜひコメントなどもねお待ちしております。はい、次回は誰が登場するのでしょうか、お楽しみに。キアの桃姫でした。バイビー。